今の君の顔、とっても可愛い。ああ、そうだ。ねえ、君って今日何か用事ある？じゃあさ、よかったら俺と一緒に学校行かない？そろそろレポートの宿題の資料探さなくちゃって思っててさ。本当？わあ、嬉しい。どういたしまして。うん、あとはあの本さえ見つかれば。ああ、そう、これこれ、よく見つけたね。そうだったんだ、見つけてくれてありがとう。13時過ぎてるじゃん。ごめん、お腹すいたよね。ごめんね、俺すぐにお昼何か買ってくるから。何がいい？お弁当？え、ほんと？わあ、すごい、嘘みたい。本当に嬉しい、ありがとう。それじゃあ、ねえ、俺にせめて飲み物はおごらせて、ね。うん、任せて。君の教室だよ。ねえ、それより菅ちゃんの席ってどこ？じゃあその前の席に座っちゃおっと。ねえ、お弁当を開けていい？うん、どうぞ。サンドイッチだ、美味しそう。これはハムとレタスで、こっちは卵サンドだ。わ、ツナもある。それじゃあこのツナサンドも君に感謝していただきます。うん、もうすっごい大満足。ねえ、この卵も食べていい？わあ、うん。あ、ねえねえ、口開けて。はい、あーん。おいしい？嬉しいな、あーんもできちゃった。あー、うん、ずっと菅ちゃんと同じ教室で
一緒にお昼するのに憧れてたから嬉しいなって。もちろんだよ。だってクラスどころか学年まで違うとさ、部活以外であんまり会えないし、ハムオとかさ、勉強もご飯ももちろん寮でもずっと君と一緒で羨ましいなって思う。ああ、俺もあと1年遅く生まれてたらな。そうしたら一緒に1年生できたのに。そうだね。俺やっぱり単純だけど、一個お兄さんでよかったって思っちゃった。君はさ、どうして放送部を選んでくれたの？そうだったんだ。ってことは、それが俺ってことだよね。なんだかそれって、君を一番に見つけ出せたのが俺みたいで、ちょっと優越感感じちゃうかも。それじゃあ俺も一つ教えてあげる。俺が君を放送部に勧誘した理由。一目惚れしちゃったんだ、スガちゃんに。放送部楽しい？おお、君は口がうまいな。もらっちゃった。スガちゃん、大大大大好き。やっぱり月宿池は涼しくていいね。今日は資料探し手伝ってくれてありがとね。ほんと、君は可愛いな。はい、お礼のアイス。もちろん、溶けないうちに。さ、食べて食べて。それはあるかも。なんかぼんやり考え事したりするのに良さそう。ねえ、早速考えちゃったんだけど、聞いていい？君から見て、俺ってちゃんと先輩らしく、年上らしく振る舞えてる？ほら、寮で年上なのって俺と戸上先輩だけでしょ。美咲ちゃんは先生だから別として。だから1年生のみんなをまとめないとなとか、
俺なりにいろいろ考えてたんだ。それでちょっと聞いてみたくなって。そっか、そうだよね。もうちょっと頑張らないと。え、本当？ああ、そういえば来てたね。波紋が広瀬たちを誘ったとか。そっか、うん、君がそう言うのならきっとそうだよね。よかった、ありがとう。このままみんなが仲良くやってくれるように頑張らないと。それで安心して、もっと恋人同士の時間を増やさなくっちゃね。じゃあ俺バイト行ってくるね。うん、ありがとう。よし、君の補給完了。ということで行ってきます。朝から熱烈だな、ノリズキ先輩。つか、俺らのいる前で堂々とそういうことすんなよ。新婚じゃあるまいし。じゃあ、僕たち子供？お前は何を聞いている？でもまあ、最近の先輩は楽しそうでいいけどな。ああ、なんていうか先輩、いい意味で結構自由になってきたよね。本当の家みたいにくつろいでるっていうか、あ、まあもともと自由人ではあるけど。なんて言えばいいんだ。まあほら、お前関係のことで言えば俺らに牽制してたりしたけど、最近そういうのもないし。余裕が出てきたんだよね。ああ、そんな感じ。あと、合わせるみてえにお前も変わってきたよな。うん、最近君も先輩と同じくらい楽しそうっていうか、幸せそうっていうか。そうだね、妬ましいくらい。っていうのは冗談としても、ここ数日で君だいぶ変わってきてるよ。いや、多分そういうのは自分で分かってないからいいんだと思うよ。ああ、先輩の彼女じゃしゃあねえな。ま、そうだね。え、何のこと？お前が聞くなよ。あと先輩に言っとけ、慎みを持ってくれってな。目の前でイチャつくなってこと。
こういうわけで、今日は公園デートです。だね。みんなでアジサイ見て、小さいおっさん探して、あの時以来かも。ねえ、まああれからもいろいろあったからね。ねえ、君は俺と付き合うことになって後悔したりしてない？うん、なんかこうして思い返してみると、俺結構強引なアタックばっかりしてた気がするから。君ってば本当にかっこいい。俺かなり焦っちゃってたと思うんだけど、一方的じゃなかった？そっか、よかった。ねえ、君って誰かと恋愛したことある？それは知ってる。それ以外だよ。俺も君が初めてだよ。でね、俺君と恋愛して初めて気づいたことがあるんだ。あのね、俺って何かに夢中になるとそれに一直線になっちゃうっていうか、周りが見えなくなっちゃうみたいなんだ。だから他のことをないがしろにしたりしてなかったかなって、後から思い出したように考えちゃったりすること最近よくあって。うん、俺の話？君が？それ自体が本当だったら確かにすっごい嬉しいけど、それを俺より早く気づいちゃう広瀬たちに嫉妬するなって。俺全然気づかなかったから。もう好き勝手言ってくれちゃって。でも言われてみれば確かにそうかも。それに多分俺が変わったのも君の影響だろうし。うん、俺の片思いだった時は早く君に自分の気持ちを伝えたいなとか、君が誰かの彼女になっちゃったらどうしようとか、何よりもう誰か好きな人いたりするのかなとか、なんかいろいろ考えることあって、その度にすごく動揺したり焦ったり。あ、もしかしてそれが強引なアタックにつながっちゃったのかな。
でも君がそれを強引に感じてなかったっていうのは嬉しいな。それって俺にそれなりにでも好意がないと成立しないことだもんね。じゃあ俺はスガちゃんを振り向かせたんだね。なんかすっごい嬉しい。あれ、なんか天気悪くなってきたね。わあ、大変、雨が降ってきちゃった。どうしよう。どこか雨宿りできる場所は？あ、あそこにしよう。ちょっと狭いけど、いい？うん、それじゃあ急ごう。